どうもよろしくお願いします。今日はあのひじきとあの玉ねぎの甘酢ということで、はい、あのちょっとお湯を沸かして、これひじきをあとちょっとお湯通しますので、今ちょっと入れますね。でこれ玉ねぎで、ひじきはね 10g ほどあったらいいんです。 10g から 20g でいいです。あのうちに置いてるのやったら20入ってるから、この半分で、それを水戻し10分から20分してこれ戻ります。こうしてひじきをね水で戻しました。でそこへ玉ねぎ半分スライスします。はい、玉ねぎスライスしました。そこへいつもの、あのそのまんま酢、これをもう適当ですね、ダバダバっとかけて、これあの追っかけてもらっていいですか。先に玉ねぎをかきに、はい、そのまんま酢でつけます。はい、はい、これこうして置いておきます。今お湯沸かしてました。このお湯でこれ水戻ししてた分はここで一回流して、はい、お湯入れまして、ざっとこれ、あのあれです、ひじきはお湯をかけるだけでいいと思います。はい、それだけです。はい、そしてこのお湯をまた流します。水切っといて、それをさっきの、あの今言いましたそのまんまその中へ、先ほどそのまま入れてましたので、それとも混ぜるね。もうこれだけでしっかり味がもうついてます。これで出来上がりです。はい、上からあのあとすりごま入れました。はい、どうぞ召し上がってください。おにぎりはおにぎりは三分好きのご飯ね、これ秋田小町、はい、三分好きです。いただきます。はい、それでお味見てください。こんなもん